パリ五輪リは11日、レスリング女子76キロ級で鏡優斗が金メダルを獲得した。マウスピースに、かわいい、の文字が記されているなど話題になった中、仰天の過去も、お宝映像だ。と脚光を浴びている。画像、お宝映像だ。レスリング教優斗が、ザ、細かすぎて伝わらないものまね、に出た画像。金メダルを獲得し、 一躍注目を集めた加賀美。ネット上で話題になっているのは過去のテレビ出演だった。実はフジテレビ系、ザ・細かすぎて伝わらないモノマネに出たことがある。レスリングネタを披露するお笑いコンビアマレス兄弟と共にネタを披露していた。豪快に投げた人形の体がバラバラになるなどお茶の間の笑いに貢献。当時の様子が X 上で拡散し、 日本のファンは見た記憶はある W レスリングって人間バラバラにできるんだこれはお宝映像だ細かすぎてから金メダリストが誕生した覚えている人はどのくらいいるのかな去年の細かすぎてに出てたのが信じられん実はあの細かすぎて伝わらないものまね